前回戦ったガリガリ君みたいなやつがねランカー8位だと思っていたらランカー8位じゃなかったみたいらしくて、もうこれからランカー8位の人を探してボッコボコにしてやりたいなと思うんだけど、これランカー10だよね。ランカー8位の人どこにいるんだろう。アキラがチームに戻ってくる条件としてモンストコロシアムのランカーを3人倒すということだからね、今10位と9位と、あ、イベント始まった。あ、Kだ。いやあ君たち、これがランカー1位の K さんらしいんだけど、さすがに王者は貫禄が違うね。 K 様どうだい、メンバーは集まったかい。それはもう500人ぐらい集まってます。500人か、それはすごいな。500人なんて集まってないです。葵めちゃくちゃ言わないの。だって誰も集まってないなんて K 様に恥ずかしくて言えないし、オラ様はひどい嘘をつく方が恥ずかしいと思うのである。でも K、 まさかの呼び捨て。もう少しで前のメンバーが戻ってくるんです。条件付きなんで俺たちの努力次第なんですけどね。条件、はい、ランカーを3人倒すことなんです。それはまた厳しい条件だね。なんたってランカー10位だからね。でも10位と9位の人は倒しました。結構この10位の人が結構やばかったんだけど9位の人はねそれほどでもなかったな。もちろん正式な試合じゃないんですけどね。いや、それでもすごいよ。つまり条件まであと1人というわけか。はい、でも今日はランカーがもういないみたいで帰っちゃったのかな。なるほど、じゃあ私が相手になろうと。あ、そういうことになるんだね。今噛んで言ったんだけど、ならば私が君たちの相手になろう。無理でしょ、ランカー10位でもかなり強かったのに。ランカー1位でしょ、ポケモンのチャンピオンを倒してしまうみたいな、それぐらいの凄さだったと思うんだけどね。わ、すげえびっくりしてる。 K と戦うんですか。そんな滅相もない、罰が当たっちゃいます。ランカーを2人も倒したんだ、資格はあると思うがね。わかりました、ぜひお願いします。これ無理じゃない。 K 様ね、星5のキャラクター持っていたからな。で何言ってるのよ。 K とやって勝てるわけないじゃない。よく見たらみんな K ってね、あの呼び捨てにしてるね。 K 様じゃないの。そんなことわからないだろ。わかるよ、今の私たちじゃアリとゾウぐらいの力の差があるわ。うん、小麦粉とケーキぐらいの差があるよ。その例えよくわかんないな。まあ全然違うってことか。レン、今日は出直して明日またランカーを探せばいいのよ。そう、何度でも出直した方がいい。ランカー8位が見つかるまでね。だってミナミたちの目的はアキラをチームに戻すことでしょ。そう、ケイ様をねやっつけることじゃないから、ここでケチョンケチョンにやられても意味なんかないよ。わかった、よかった。ホムラレン君は結構めちゃくちゃ言うんだね。K 様も結構めちゃくちゃだけど。それじゃあ K 様、お心遣いはありがたいですが、 K、 俺一人で戦ってもいいですか。うわ、むちゃくちゃ言うな、何言ってんのよ。ホムラレン君むちゃくちゃだね。確かにランカーから参照することが明らか出した条件だけど、ここで K に背中を向けるようなチームにアキラは絶対に戻ってこない気がするんだ。そうは言ってもね、ドラゴンクエストって言ったらスライムナイトで一生懸命戦ってるレベルだからね今。言うようになったであるな、その心意気は。よし、レンにオラ様の力を貸してやろう。オラゴン、ありがとうな。戦力としては全く期待してないけど、その気持ちはすごく嬉しいぜ。失礼だな。いいだろう、では始めようか。はい、 K 様はラスボスじゃないのかね。てっきりも、あ、いきなり始まっちゃった感じだよ。しかも、おい、ちょっと待って、これ無理でしょ、これ何これ。ちょっと待ってよ、バルドル、まあこれはね考えてもしょうがないね。相手の弱点を狙っていこうか。いきなり全然入らないじゃんダメージ。さあ
なんか向こうのボスの一発で死んでしまうような気がするけどな。あー思った通りだ。それ来たか。スピードクリア13か。なるほど。ちょっと待てよ。これどうするかな。まあ、こうするしかないよな。もうずっとこれで粘ってるか。いやダメージは入ってんだけど向こうのヒットポイント全然削れていかないね。さあ次はこんな感じかな。おちょっと減った。微妙に減っただよね。そうなるよねきっと。これあれだね、ドラゴンクエストのゲマ様に絶対勝てないっていう主人公が子供の頃はね、ゲマ様に絶対勝てないっていう。くそーやっぱり強い。もうだから言ったじゃない。ケイ、もう一度お願いします。レン、残念だが私にはわかる。もう一度君とやっても結果は同じだ。だったら今度は私が入ります。青い、南もやるよ。3人だったらきっと違う結果になるよ。南までどうして。レンの言う通りだと思ったの。相手がケイ様でも逃げてるようじゃアキラは絶対に戻ってこないよ。なるほど、勝ち負けよりも挑戦するその姿勢が大切だってことか。青い、南、ありがとうレン。私大事なことを思い出した気がする。さあケイ、もう一度だけ相手をして。さあじゃあやっていくか。マインスイーパーがね実はいたんだな。いつまでそこで見ているつもりだい。おアキラじゃん。見てたのか。どうしてここに。ふん、お前たちの様子を見に来たのさ。いいのかね見ているだけで。確かにケイと戦えるチャンスはそうそうないな。お、まさかのこれでアキラが入ってくれるってこと。そうだよアキラ、こんなチャンスないぜ。うん、一緒にやろうよアキラ。アキラ、ケイ、今度はこの4人でやる。それで構わないな。あ、なんかいい感じになってんね。ああ問題ない。だが少し休憩を入れさせてくれないか。君たちの準備ができたら声をかけてくれたまえ。ちょっと待って、準備すること何もないんだけど。本当に何もできることないんだけど。アキラがどんなモンスターを使って、ああ、見れないし。もうレベルが5区になっちゃってるんで、なんかできることあるかな。一応まあ、タスがね、何匹かあるですけど、ね、タスが何匹かあるけど、こんなの合成してもね、大したことにならないでしょ。おマインスイーパーの犬神がいるから、犬神使ってっか。今メンバーに入っているイシスがね、あのマインスイーパーなんですけど、そうだな。犬神がいるんだったら犬神使っていくか。強化合成。で、これをちょっと合成していくか。あ、これ1個でレベルマックスになるね。すごくもったいないような気がする。でも、これだとレベル19か。レベル25。ダメか。やっぱちょっと使っちゃおうかな。もったいない気がするけど、どうしようかな。これ合成しちゃおうか。レベル35、レチリードだったっけな。もったいないけど、レベル18か。しょぼいな。レベルマックスはならないね。ということでちょっともったいないんですけど、やっぱりこれを合成しなきゃダメだな。一回やってしまえ。さあじゃあこれで戦おう。準備することはねこれ以上もうない。ということで僕今メンバーにマインスイーパー持ちがね2体いますね。さっきの犬神とイシスか。さあこれで戦っていくか。どんな感じなんだろうな。
ランキング1位の、ね、チャンピオンだからね、もう戦う準備はできたかね。よろしい、では始めようか。たとえ K が相手でも4人集まれば、うん、恐れることなく一撃必勝といくのだ。さあ来たよ。さあじゃあ戦っていくか。お、あれですね、アキラは結構可愛いやつ使ってますね、モンスター来た。もう手前のザコたちがね結構強かったんだけど、ヒットポイント全開しないし、敵がもうガリガリのね、ガリガリじゃねえな、ゴリゴリの光属性で来てんだけど、この闇属性がいるのがちょっと厳しいな、このアキラのモンスター。ちょっとね、僕はもうストライクショットをガンガン打っていこうかなと思っているんだけど、バルドルはねちょっとこの位置だとストライクショット使わない方が良さそうだな。なんかマイスイーパー持ち入れてきたんだけど、あんま意味なさそうだなね。あのロボットのやつがあいついるけど、あ、これちょっとねストライクショットは残し、いや合うかな、どうしようかな。この戦いね結構長引きそうなんで、ストライクショット打っちゃおうかな。うわこれ勝てないって、絶対勝てないよこんなの。でもねちょっと微妙に頑張れば倒せそうな感じがするんだよな。っていうことはこれで負けてしまったらもうね、もうレベル上げするしかないってことだよねきっと。さあじゃあちょっとストライクショットね、早いかなとは思うんですけど使いますよ僕は。ストライクショット、さあストライクショット使おう。行くぜ、受けてみな、ストライクショット。多分またすぐストライクショット使えるようになるんじゃ、あでも14ターンか、14ターンちょっと微妙だな。お、よし、まずは1回目撃破した。次だね、次。さてどうするか。ちょっと嫌な予感がしてきたな、ちょっと嫌な予感がしてきたぞこれ。あ、どうするか。ストライクショット使うか。ストライクショット使おうね。この位置でアキラのモンスターに友情コンボ入るかな。入らない、入らない、全然入らない、全然入らなかった。いやーやめて、やめて、こうしよう。ちょっと爆弾だけは食らわないように注意して、こうかな。であのロボットもねやっつけたいな。もうこれでロボットやっつけて、そう犬神来た、犬神来たんでちょっと回収していくか。あー一つ取れなかった。いやーちょっと待って、やっぱりちょっと、うわーこれは、あともう少しなんだけどね。うわーちょっと待って、おハート来てくれた。ハートは多分取らなくても大丈夫だよねきっと、まだ大丈夫だよな。よしいった、結構いい感じ、いい感じ、いい感じでいった。よし、いったー、あーよかった倒せて。なんか前回の
K のねモンスターは星5のキャラクターもっといいやつ使っていたんだけどね。手加減してくれたのかな。いや重きし手加減してるよねきっと。あスピードクリアはできなかったか。まあしょうがない。これはしごのキャラクターが出やすい、あの金のコインがね手に入ったね。ただあれ回してもねいつも亀しか手に入んないんだけどな。見事だ、私の負けだ。本当に思ってないだろう自分の負けだって。勝った、ケイに勝ったのか、信じられない。っていうことは今日から私たちが、おそうだね、ランカー1位のチャンピオンだ。バカ言うな、こんなの公式戦じゃないだろう。それに今の勝負 K は手を抜いていたしな。さすがアキラ、いや他のやつらはポンコツなのか。いや全力だったさ。うん、よく言うぜ、公式専用のモンスターを使ってなかったくせに。不満ならば勝ち上がってくるんだな、私が座する場所まではな。その時は満足いくように相手をしてあげよう。はい、必ずそこまで上り詰めてみせます。うん、お前たちにできるかな。俺たちだけじゃ無理でも、アキラが入ったんだからなんとかなるさ。はあ？俺はケイと戦うために手助けしてやっただけだ。ケイもさ、頑固、ケイじゃねえや、アキラも頑固だな。チームに入るなんて言ってない。だけど、ケイに勝ったんだから、ランカーに参照したって言えるだろ？アキラの出した条件は満たしたぜ。そうだね。アキラくん。手助けしたのが裏目に出たようだね。なんかアキラはさ、もう入りたいような気がするけどね、チームに。アキラ、約束は約束だぜ。わかった。チームに戻ってやるよ。おかえり。おかえりなさい、アキラ。よかったね、戻ってきて。俺を失望させるなよ、レン。まあ、このね、もう自分で戻りたかったくせに、アキラくん。これからよろしくな、アキラ。アキラこんなキャラクターなのに結構可愛いモンスター使っていたね、女の子の。これで今回の第4話が、あ、セーブが来たんでキリがいいんでね、ここでおしまいにしたいなと思います。